持ち越せませんよってことで、ちょっとケーキ帰ってきてちょっと冷やしてたの。もうちょっと早くできたんだけど、ちょっとね。いやもう皆さん本当に今日は来てくださってありがとうございました。で、一部も二部も来てくださった方多かったみたい。ごめんね、タイミング合わせてちょっと今日はあのね、何かと被っちゃっていけなかったって人もいらっしゃって、でも今日もすごいたくさんの方来てくださったのに、予定が合っちゃえばもっとたくさんの人が来てくれたってことと思うと、もうこんなに嬉しいことはないです。ありがとうございました。今日は一日りんちゃんとデート、もうそういうことだよね、もうねずっとね一緒にいたもんね。ありがとう、本当にありがとうございました。ごめんね、2部のね最後のお見送りなんかすっごく時間かかってしまって、ね、最初に出られた人は良かったかもしれないけど、本当にね最後の方に待っちゃった人ずっと立って待ってたもんね。申し訳ない、本当ごめんね。でもその分一人一人とちゃんと会話してちゃんとありがとうとまたっていうことをちゃんと言えたから良かったです。よかった。1時間以上かかっちゃったみたい、みんなお見送り終わるまで。本当にもうチェキとかね当たった人とかもっと待ってたもんね。本当にごめんね。1時間待ってた、嘘、そんなに撮ってた。これはもう握手会だね握手会だわな、これな。ありがとう。あとね、お手紙とプレゼントもたくさんいただいて、お部屋本当に今本当に足の踏み場がありませんすごいよ、もう大変。今かろうじて玄関のところ歩けるぐらいすごい。いやめっちゃめっちゃ嬉しいです。お花もそうなの、ここにもね、これはくるくるでもらったお花を、ちょっともうね花瓶が足りないのよ。うち結構花瓶あるんだけど、でもこう一輪でこう刺したりとかそういうのが多いから、こう花束でいただいた大きいものをポンって入れられるような大きいものはそんなに持ってなかったのでですね、どうしようかなと思ってる。だからバケツに一回その、いやーにしたって入らないだろうな。嬉しい悲鳴でございます。プレゼント本当にありがとう。今多分5分の1くらい開けてお手紙見てっていうことをしてました、帰ってきてからずっと。ご飯はマネージャーさんが買ってきてくれたパンをもくもく食べながら帰ってきてからそんな感じで過ごしてました。いやでもまだこれ全部見終わるまで結構時間かかりそう、ごめんね時差があって。いやちゃんとしっかり全部いただきました、全部お家に持ち帰ってきましたので、すごいお家が大変なことになってますここのスペースは全然まだ大丈夫だけど、 2,3 歩進んだ先はもう大変なことになってます。でこうなんだっけ、滑車じゃなくてなんだっけこれ、物を運ぶのに、あ台車、そう大きい台車を借りてマネージャーさんの車に、もうギリギリマネージャーさんの車もギリギリで入ってなんとかそうで台車持ってきて、車からいただいたものを全部こう下ろして、一緒にマネージャーさんと一緒に私のお家までガラ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 、そう大変だった。いやそしたらさ、それプラスさ、ヨギボーを、大きなヨギボーを私にねこのプレゼントしてくださった方がいて、それがねお着替えだったみたいでなんか
うちの玄関の前人影感じるって思ったらヨギボーさんがすごい茶色の大きい袋にね包まれたヨギボーがねドーンって構えててくれて、私の帰りを待ってくれてて、なんかすんごいことになってる今で、ヨギボー初めてうってさっきなってみたけどめちゃめちゃいいね、持ってるみんな。すごい、だから今そこにさドーンってなって一生懸命 SNS 上げてたの。すごいよこれ、うちってこんな狭かったっけってなってる。すごいよヨギボー、こんないいんだね、離れられなくなっちゃうよ。あ、持ってる、おっきいの着てた。もう多分ベッドいらないもんそこでそこでーってなって寝落ちそう。大変なものいただいてしまいました、ありがとうございます。おー、ほんとだ、タワー立てる、タワーだ、嬉しい、ありがとう。探しに行きます。誰あれ、見つけらんないな。あ、高一だ。ありがとう、ね、さっきもね来てくださってたからありがとうね。ここね嬉しい、ありがとう。ダメ人間の始まり、いやもうとっくに始まってるけどね、もうそれを言ったらもうずっとダメ人間してるからね最近。ってことで今日ね一部と二部で違うケーキを、お誕生日ということ、スタッフさんが用意してくださって、多分箱も違うから違うお店で調達してくださったのかな。これまずね28歳になりましたっていうことで、これ落とさないか心配だな私。こんなね見てよ、こんなに大きいの。ちょっと免疫があるからそんな顔の何倍とかそういうことはちょっと言っても伝わらないかもしれないけど、こんな嬉しい。どうすんのこれ、ちょっとねえ、いや人呼ぶ約束してるんだけど、でもそれあさん今日9しあさってとかさ、そうなのよ、あさって分かんない、でもそう、でもとにかく明日は来ないので、私もちょっと用事があったりするから、もう一つあって、今日ねその運んできてもらったけどね、後ろの人見えなかったもんね。さっきX にも載せさせていただいたのですが、一応ね配信でも、これもすごいよ、ずっしりだもん、かわいい、見える、あ、ちょっと待って、前髪が目に刺さって痛い、こんなすごくない、ケーキ2つなの、痛い、すごい、絶対消費できないこれで、あ、うまい、これ生クリームどうなんだろう、これ王冠ティアラ、これ何なんだろう、食べられるのかな、あ、でも違そうだな、プラスチックっていうね。ちょっと一番美味しいこのタイミングでねいただきやしょうってことで、じゃあの28の方か、これなんだろう、いちごの中もそういう感じなのかな、写真撮ったもんね、いいよね、入刀しちゃっていいよね、ステーキ食べるみたいな感じになっちゃってる。いや多分ね全部人いけないと思う、無理だと思う、でごめんね、ちょっとここは角度的に映らないのですが、わー、これはもう大変だね、
します。あ、ナイフ置く場所がない。ちょっとごめん、お行儀悪いんですが、ちょっとごめんなさいね。こんな感じでいただきます。うんうん、あんもあまわあ、ダメだよこんな時間にわあ、幸せ、幸せだな。わあ、ちょっとどうしよう、受けとこね。これさ、イベント途中に切り分けてさ、みんな取ってっていいよってみんなで食べればよかったね。いやー、ちょっともう一つのこのさ、ピンクの方、写真じゃ伝わらないかもしれないけど、厚みがね、この今食べた方の28って書いてあるケーキのね、倍って言ったら盛りすぎか、 1.8 倍くらい、それぐらい厚みある。うわー、でもこれフォークとかバーっていかない、そのね、見た目がとっても綺麗。うわー、行きたくないなこれ、困った。ビンゴで食べる、ねえ、本当だよねえー、これもう入れたくないよ、かわいすぎる、もったいなさすぎる。うわ、でも食べないと、絶対今日が一番美味しいもん。ちょっとごめんね、ちょっと今作業中、どうにかして。いやー厳しいよ、ケーキはね、やっぱこの生ものはね。あ、手についちゃった。これなんか中入ってるのかな、これ全部上腹。基本当日ケーキ、まあ、そうだね。ちょ、ダメだこれ、どうしよう、どうしましょうかね、どうしよう。ごめん、ちょっと本気出す、ちょっと待って生クリームだから、うん、そうそうそう、いやー、ちょっとぐちゃったな、仕方なし、秋元やし、うわわわわわわわ、すごいやすごいや、あお、あ、ごめん、うるさくしちゃった、すごい、これが20になることもなかなかないよね、これが。ちょっとわたわたしてて、ゴミ袋をどうしよう、それに入れるか、よいしょよいしょよいしょ、あー、ゴミ箱に生クリームついちゃったよ、やだ、どうしましょう、ごめんなさいね、騒がしくて、もういいや、気になるね、このバラのケーキの中身は。ということで、ごめんね、ほんともっと角度工夫すれば切ってるところも見せられたんだけど、ちょっと眠くて会場を作る元気がなかったごめん、ちょっとじゃあ
だなんだ。うわー、なんか大きい大きい大きい。何が危ない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 。なんだこの突っかかるのは何が入ってるの。おや、お嬢よ、なんだこれ、なに、あなた、ごめん、全然ちょっと可愛くないけど。あー、落としたイチゴかな。ごめん、変なテンション。なんか入ってるフルーツ凍ってた。なんということでしょうか。だからしばらく外に置いてでもあなた冷えてたのね。なるほど。あ、これ凍ったイチゴじゃない。うわ、大好き、このシャリシャリのイチゴ大好物。わーい、うん、うん、うん、好み。ごめん、もうね、断面見せられない、これぐっちゃぐちゃ、もうもうダメ、見せられない見せられない。うわ、ティアラもこんな、わあ、取れた取れた、すごーいよー。一人でケーキパーティーしてら、わーい、凍ったイチゴがインしてる。あ、完璧だったね今の。うん、おいしい、幸せ。もうダメですね、もうこれ以上食べてしまったらもう良くないですね。手に取れたらくるくる、うん、てってーん、幸せ。ちょっと拭いていいですか。ほんとね、全然食べるときはもっとゴリゴリゴリいくけど、パン食べ終わったばっかでちょっとだけお腹いっぱいいくかっていうのも、明日の朝までいけばね、昼はちょっと休憩して、夜も行っちゃうね、まあ、ケーキはそれぐらいいけるよね。パン屋さんの名前って、え、言えるけど、私がわかんない。私もお店行ったことあるんだけど、名前なんだか忘れちゃった。で、私はね、目黒から歩いて行ったんだけど、バスで行けたはず、確か。真似さんのブログ更新を待ちましょう。でも、あの、今日のイベントで、あ、見てない人何のお話かわからないよね。今日ね、その私の生態イベントがあって、そのビンゴ大会で私が用意した景品とかもあったんだけど、あのマネージャーさんがいつもあの舞台の時とかなんかやる時に差し入れしてくれるパンがあって、それがすっごい美味しいから、みんなにもこれをね、あの共有したい、共感してもらいたいと思って、今日もたくさんあの差し入れしてくれたうちのこの3つだけをあのビンゴゲームの景品にしてたの。でもそのパンはこういうなんか特別な差し入れ用とかにお店の人が特注で作ってくれるサイズで、こんくらいなの本当に。だからちょっとつまむ時とかにすごいちょうどいいサイズで、そう、だからね、お店に行っても今日ね、まあ今日来てた人の中でもまだ見てない人もいると思うんだけど、そうなの、特注なんですよ。お、美味しくいただきましたね。あのプレッシャーの中でよくぞあのパンを選んでくださいました。いや、でも絶対、え、あのパン選んでよかったと思ったでしょ。
めっちゃ美味しいでしょ。本当はもうちょっと大きい、あのね全く同じものはなくて、でもソーセージとかは多分同じものを使ってるはずだから、姿形を変えてそうなの。よくメンバーとかその差し入れ先の人とかにも、これどこのパンですかって聞かれて答えたり教えたりするんだけど、そう全く同じのがないからね、特注なんです。何なんだろう、私のマネージャーさんの時だけあれやってんのかな、個数とかだから値段の感じも全然知らなくて。もう場所は目黒でした。目黒今後もあれ景品にして、本当にねこの美味しさを広めたい。美味しい、さすがホリプロ。いやなんかホリプロさんがってより私のマネージャーさんがって感じ。うん、ホリプロの近く、まあ全体的に見たらホリプロの近くなのかな。いやでもちょっと歩いた気がするんだよな。みんなにいつか食べてもらいたいな。景品ではなく一人に一個配ってほしい。お金取るぞパンはね全然大変だから、あの個数用意するのは。来てもらう、もうパン屋さんお金取ってもいいよって来た出張で私がイベントやるとき来てほしいな。でもねそれはもうね、お店休んでとかになってしまったらもうみんな結構買ってもらわないと、そういうことになってしまいますよ。グッズ売り切れ早く。でもあれ本当にあのなんかサプライズで、私がねなんか物販に立つっていうことがしたくて、本当はもっといろんな自分のグッズバーってある中で、そうみんなが選べるみたいなブースの中でなんかポツンと立ってたいなみたいな、なんか舞台、あの私が参加してきた中だと、鹿さんの舞台とかないのかな。なんか終演後にさ、このあと物販そう、なんかそうやって劇団員の皆さんがやってるのいいなって。だってさみんなと話せるしさ、なんか終わった直後に感想とか聞けてめっちゃ良くないと思って、ああいうの楽しくて好きだからやりたいなと思ったんだけど、でもやっぱり2部の方は見送りは絶対したいなってのもあったし、そういろいろ準備とか考えると始まる前にしかそう、そこだけしか狙えなかった。なんか退場の時間とかもあるらしいからいいな。ちょっと今は全然予定ありませんけれど、なんか舞台とかでもね今後あったらやりたいんだけど本当は0時間の時だって私はやりたかった。でも個人のねやつなかったからね、なんかね。見送りはてっきり歩きながら一言喋るくらいかと思います。まあいつも本来はその想定で、あの閉館時間とかなんか退場のしないといけない時間みたいな、そういうことを逆算して考えてやってたんですけど、思いのほか結構もうすごい時間かかっちゃってそう出るとき特急で帰りましたよ私たち。やべえやべえって言って、
私がねおしゃべりするのも好きだったっていうのもあるけどね。ああ飛んでくるとこ目撃した。マリナお城ありがとう。岡部臨試験第1位様ですねおめでとうございました。マリナさんは今日のやったビンゴ、あビンゴじゃない、岡部臨試験という企画で1位様ですからね。すごい素晴らしい、ありがとうございました。そんな難しかったか検定違います、試験です。チャレンジするやつ楽しかった面白いね、面白かったね、あれね。いや私が別になんかあんまいいけどね、いいけど普通になんかやるのは楽しかったけど、なんかみんながそれできないって思ってるのがすごいショックだったなんか私が何かを挑戦するんだけど、簡単なゲームを、それをねみんなが丸か罰かでこうできるかできないかを予想するみたいな、結構な人が罰で、りんちゃんはそれチャレンジ失敗するって罰で予想して、そうでもね少数の人がいるのよ、りんちゃんならできるって丸を本当にステージから見て本当数人しかいないの、丸を上げてくれてた人が。絶対この人たちを逆転勝ちさせたいと思って、この罰で上げてる人たちを一気に座らせたいと思って本当ね、あの球が入った瞬間本当気持ちよかったね、私たちの勝ちやって負けず嫌い発揮、本当だぜ。けん玉ね、あんまやったことないから、人生の中で。いや本当に今までで何回触っただろうかっていうレベル。けん玉はやらないよ絶対違う種類でこうやるかもしれないね。みんちゃん球技してたのにテニス、あれはもうやってったうちにそんな入らないですから。60秒持ち越えたの、ああ片足でね目つぶって60秒耐えるってやつね。あれ余裕かなと思ったけど、後半危なかったな。絶対明日左足筋肉痛だと思う。なんか私もさ、今も一人やってるけど、まあ、誕生日とかじゃなくていいから、なんか誰かと一緒にイベントやってみたいな。難しいのかな、言うのって。でもみんなさ、やってる人たちさ、事務所違うよね。そういうのはないのかな。そんなことないよね。一緒じゃないとダメみたいな。知らんかなって感じだよ、みんなからしてみたらね。そっちの事情知らんわって感じで、私もなんかそういうのあんまどうなんですかって聞いたことないからわかんないけど、それも楽しそうでやってみたいなと思う。これはやっぱり卒業してからじゃないとなんかそういうのもねできない、できることもあるけどね、全然ね。誰かとやってみたいな、もうなんか仕事でっていう感覚じゃないけど、でもねすっごい遊び感覚で今ラフに話しちゃったけど、ただ私のやりたいなっていうのた
ポロって言ってみた。ももちゃん、あ、ね、ももちゃんとやりたいな。ももちゃん今何してるのかな。はてちゃん、はてちゃん、みんな本当に最近何してるんだろう。でもきっとね、劇場の準備してるのかな、みんな。なんか思ってたよりすごい輝いてくれててよかった、キラキラが。なんでこっちが目の下についてて、これがここについてるのかというと、なんかうってガッってやっちゃって、ここになんかどうしても消えない傷の跡みたいなのがほんとちっちゃいんだけど、なんかなぁと思ってこれで隠したなんか不思議な位置にいるなぁと思ったでしょ、きっと。ここになんだろう、こっち先行でこういったかもしれないそうなんです、ごまかしてるんですこれセンスいいのかと思った得したキャラだな違うの隠してるだけなんです。でもなんか結果いい感じになったよね、非対称と思ってた。そうなのアシンメトリーセンスということにしておきましょう。絆と、いや自分でガーってやっちゃったの、控えちゃったの。お、今日のお洋服可愛かった、嬉しい、ありがとう。よしてくれたのはね、衣装さんですけれども、好きなブランドのとこだったのでめっちゃ嬉しかったです。まあすごーい、何これ、すごい遊園地、みんな来てるよね、すごー、何これ、何これ、何これ、すごいんだけど、すごい、すごいことが起きた、ありがとう、夢の国へ連れてってくれてありがとう光一、すごい、びっくりした、あ、タワー立ってる、嬉しい、探せ探せ、うおー、あ、ボリリンだ、めっちゃ嬉しい、ありがとう、ボリリンありがとう、これだね、これタワーだね、わー夢の国に誘われた、すごい、輝いてるありがとうございます皆様、ね、すごいアニメーションなんかこの皆さん、このお城とかさ、このタワーとかせっかく建てて、なんか派手に登場してほしいよね、こんなね、ポイントかけてこうやって建ててくれてるのに、なんかこの差はっていう、ブーンみたいな今みたいにもっと主張激しくてもいいよね、こんなにポイント使ってるんだったらさ、このみんなが投げてくれるキラキラにさ紛れてしまうのよ。
あね、その倍のポイントだからっていうのもあるのかもしれないけど、でももうちょっとあの「だったよ」ってなんか「キリン」って「だったっていいじゃんね」すごい立ち方するけどね。ねえ、ショールームさんって。いやー、とにかく本当に私が置いたなんかこのお花の位置がここにお花のタワーが立ってるみたいな感じになっちゃってるけど、私の画面がすごい華やかになってる、お花タワーみたいになってる、すごい。ケーキちょっとね終わらせて冷蔵庫に入れないと。ハッピーバースデーの歌が微妙ですよ。な何あれもう。ハッピーバースデーディアなんとか、ハッピーバースデーって行きたい気持ちもあるしさ、でも音楽はさ「チュチュチュン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 」の余韻を待たずに行くからさ、もう全然この BGM とみんなの合唱がの息が全然合ってなくて、もう本当に面白かった。ヘタッピー普段どうしてるわけ、ちょっと。あんなにコール上手なのに、ハッピーバースデーの歌下手くそ。下手くそ下手くそ。まあちょっと音楽が早かったね、あれはね、すいませんね、我々が悪いです、あれはね、音楽が焦ってたね。みんなの声色もね結構渋くて、自分がこの声でいつもこの音を聞いてるから、みんなが合唱するとさのぶとくて真似できないもん、あの低さ、ここで再現できない。なんか歌わないでさこうやってさ口閉じてさ、ちょっと自分は違うステージから見てるぜみたいな感じでさ、なんか見守ってくる人もいてさ、バレてるからね、私はステージ上からみんなの顔見えてるんだから。なんかもう歌わないで、歌わないかいって見てたからね、私歌わないで、あ見る派ねって見てたからね。劇場の生誕祭みたいにしないと、もう全部ネタバレ系ね。バッグの中意外に綺麗って、私そんなに汚いことないもん、うん、綺麗だったでしょ今日、いろんな企画やった、バッグの中身をいきなりあさられたり、なんか中身チェックみたいな企画があったり、あでもやっぱ嬉しかったのはあの関係者の方のタレコミとかお手紙、嬉しかったですね、めっちゃ怖かった、まあ、でもあゆばで普通そんなね悪いこと言わないからね、本当にいいお話ばかり聞けて嬉しかったですね。ね、長文でね嬉しかった。タレコミ情報、そうそうなの、舞台今年は鋼の錬金術師と舞台のゼロ時間へっていう作品に出させてもらって、そのこうプロデューサーさんに多分アンケートというか、きっとタレコミなんかありませんかみたいなお話がいったんでしょうね、それをこう帰ってきたものがこう初出しでこうサプライズで
ファンのみんなと同じタイミングでこう見るみたいな企画があったり、あとエドワード・エルリックを やられていた、あと0時間でもご一緒させてもらった一色洋平さんっていう方に、俳優さんにこうお手紙をもらいましたから、ねえすごい。でもやっぱり結構すごい固いこう真面目みたいな印象を持っていただけてるみたいで、よかったです。でも演技のこととかこう取り組む姿勢みたいなところですごいいいことを、いい評価というか嬉しくなるような言葉でたくさん褒めていただいて、そう。でもそのね、いただいたお手紙代読してたのはホリプロの新人社員さんっていうホリプロってなんかそういうナレーターさんとかさ、ね、俳優さんとかいなかったっけっていう、なんかそういうのをなんか社員さんにやらせるんだと思ってそれか一郎さんとかマネージャーさんがね、あの場で読んでくれるたらいいのになぁと思ったんですけど、ねえよかった。でもまだちょっとあのスライドでしか私見てないので、実際にいただいた文とかね、お手紙もなんかちゃんとね、一色さんはこうなんか直筆で書いてくださったみたいで、それはちょっとね直接いただき後でね受け取りたいと思います。頼むとギャラがとか、そのいいのよ、そんなみんなそこ今伏せて喋ってたんだから、いいのよわざわざ言わなくてまあね、そうね、タレントさんたちはねそれを生業に生きてますからね。だから自分で気づけないかった、他人から見たこうこの人はこういうところがすごい、こんないいところがあるみたいな、自分じゃ気づけない、なんか自分ではこう自分のファンの人に伝えられない自分の魅力みたいなものをね、そうやって今日は他者から、ね、ちゃんとなんかそういうところでリアルな声を私も聞けて嬉しかったけど、それをファンの人に知ってもらえたっていうのがすごい嬉しかったですね。やだ本当にね、そのプロデューサーさんとかね方もあんな忙しい中書いてくださったのも感謝ですしね、一色さんにもとても感謝ですね。ね、岡部チームも岡部界隈もね、なんか恩返ししたいですね、これに関しては。すごい優しくて信頼できる先輩というかね、お兄さんですね本当に。台本いろいろね、ちょっとこの配信だとねどうしてもこんな細かく見せたりとかちょっと物理的にも多分モヤモヤってなっちゃうから、そうやりたいなと思ってたけど見せられなかったので、見せられて、ね、すっごいぐちゃぐちゃだったけど、演劇界でいい評判が広がりそうまあでもね、私が言われたようなことはもう結構みんな当たり前にできてるというか、そういう印象を強く受けるね俳優さんとかはめちゃめちゃいるので、それはねベースでできて当然というか、できてた当たり前みたいなところがあるので、なんかきっと私はそういう風に見えないのに
そういうところもあるんだ、意外としっかりしてるんだみたいなところで評価されてる部分はきっとあったと思うから、ね、劇はそこじゃないからね、見てる人とか見てくれた人がどう評価したかとかなので、今日ね評価されたのは家庭の話なので、本番入ってからですな、こういうのはね。あ、それも嬉しかった。そう、第一印象が可愛らしいは成長ですよ、これは嬉しい。ちゃんと見た目がとかの話じゃなくて、めっちゃ嬉しかったな。いやでもやっぱりちょっと今まで頑張ってなさすぎたから、せめてこう話しかけやすいみたいな、そういう雰囲気は集中してても作らなくてはと思ってたので、頑張んなきゃの意識がなんかちょっといい方向に行ったみたいで。おお、ユッケありがとう。これもタワーなのか。タワーだ、なんかしょってる、なんか虹をしょってる。えん、ありがとう、嬉しい。もう誕生日終わってるのに。お疲れ様タワーということなのでしょうか。ありがとうね、ゆきありがとう。いろいろ考えているんだね。考えてしかいない。めちゃめちゃ考えてる。集合写真左端事件はもう C です。秘密、今日イベント来てくれた人だけの C です。あれはどうしてもね、大阪の会場あっち側にあの楽屋があったり帰り口があったので、大阪のあのスカイシアターはやらかしてはないです。やらかしてはないですよ。最終日、いや違う、それはだって場当たりだから、あの話したあれは。そう、ちょっと行方不明になっちゃっただけで、そう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 、会場に流れてたムービーよかったって、そう、本当そう、出そうと思ってた動画をが、そう、うまくちょっと音声ありだとうまく繋がんないところがあって、載せそびれてた動画たちです、あれは。でも後でちゃんと載せます。載せようと思っていつもアップロードとかに時間かかっちゃって、今日撮った写真たちもさ、ブログにあげたいんだけど、写真アップロードするのも大変で、なんか X とか Instagram みたいに楽にね載せられたらいいんだけど。素晴らしい動画で、ああよかった。あれ全部で20分ぐらいあるよきっと、あの動画。あーコリン君、あ、ちゃんとよかった、目撃できた、お城だった、ありがとうコリン君、ありがとうございます。素敵な動画だった、あ、本当。よかったね、全然見せたことなかった動画いっぱいあったでしょ。何話してるか気になった動画、あ、本当なんかあったかな。でも絵だけが欲しかったみたいなと思った。あ、さ、ゆいゆいと二人でさ、カメラに向かって、あの劇場の楽屋でわーってあれあったじゃない、あれは全然関係ない動画で、本当にあれはね、そう、音なかったと思うけど、その動画だけ、動画の絵だけ欲しかったんだけど、あれはゆいはんさんにお誕生日おめでとうございますって言ってる動画。
全然関係ない。そう、関係ない。びっくりするでしょ、関係ないでしょ。そう、全然関係なさすぎてびっくりしたでしょ今。そう、それをもう本当に、あれはだからもう載せません。あれは会場に来た人しか見れないやつです。うわ、なんかだるまさんが飛んできた。すごい、だるまさんが転んだではなくだるまさん飛んできた。嬉しい、ありがとう。お、ゴーパブリックス、おー、ありがとう。あ、さっき、ちょうどさっきね、今日みんなたくさんプレゼントを私にくださって、さっき開けました、ありがとうございました。見た。でも本当になんか嬉しくて申し訳なくて、一人ずつもらったやつさ、写真撮って誰だねみたいな自分のメモに携帯で作ってたの。だからオンラインお話し会とかあった時にさ、ちゃんと言えるようにしなきゃと思ってたんだよね。そう、それで見守ってたから。で、今いつもやってるのよそれを。でもやっぱりお話し会さ、すぐ変わっちゃうからさ、これ見てさできなくて。え、そうだから、これあげたんですけど、手元に渡ったって聞いてくれたら多分はってわかるはず。うん、余裕あったら今度聞いて、オンラインで。え、本当に多分ちゃんと全部本当にちゃんと受け取りました、私今日のやつはリアルタイムで。会場に置き忘れとか絶対ない、絶対ない。そうだから開封にすっごい時間かかっちゃってるの、ごめんなさい。ほんと、お花束たち、お花束って初めて言った。花束のお花どうやって水につけよう。丁寧に言いすぎた、お花束たち。プレゼントって難しい。いやいや、ほんと、もうみんなが来てくれてるだけでプレゼントになってるのよ。そう、その気持ちがもう嬉しいから。あと、なんかそ、なんか考えないで、ほんとに。プレゼント考えるの楽しい。わかる、私も人にあげるプレゼント考えるの、買いに行ったりするの楽しい。わかる。手紙も書いてみようかな。嬉しい、待ってる待ってる。私お手紙好きだな、書くのも好きだし、もらうのも嬉しいし。そう、でも、まあ、別にさ、私は本当に本当にもうあげ、本当に心の底からあげたい人に見返りなんて全然求めてないし。え、なんかやだなこの話、なんか好感度狙ってるみたいでめっちゃやだな。そう受け止めないでほしいんだけど、余計なこと気にしたら何話すか忘れちゃった。え、そう、そう、変な風に、あ、こいつすごいいいやつって思われたいんだろうなとか思わないでほしいんだけど、本当になんか別に返してもらいたいとかそういう思いはなく、私はあげたい人にあげてるから。その後に話したいことがあったんだよ。うん、いい、本当に好感度狙ってるわけじゃないの、本当に。え、だから逆の考え方すると、だから本当にそういう気持ちが働かない人にはなしになってしまう。だから逆に言うとね、すごく高いよね。やったー
スピーチスピーチそんなにスピーチといったスピーチはしておりませんが、卒業してもイベント多くて、え、これって多い方なの？多い方なのかな。あ、でももうちょっとみんなで楽しめるみたいなのも、もうちょっと考えて、なんかどんどんやっていけたらなと思ってます。私少ない方だと思ってた。多い方？あ、ちょうどいいぐらい？よかった。そうだ、さっき言いたかったこと思い出したわ。そのだから私なんか同じ話して気色くてごめんなんだけど、私の場合はこう何かあげたらもう自分がもうそれで満足してるからいいけど、でも普通に考えたらさ、普通人と人との間でさ、こう物を渡す時ってさ直接渡せるじゃん。だから安心できるじゃん。あ、ちゃんとあっちの手元に届いたなって、私渡した時のリアクションは見えるけどさ、私たちはすごい特殊じゃない？そのボックスに入れたりとか人に預けないと私の元に物が届かないとか、お手紙もそうだしプレゼントもそうだし、私もあの好きな俳優さんがこの加入する前ねいて、なんかなんだろう、 AKB でいうなんていうのかな、生誕みたいなものになるのかな、一緒になるのかな、なんかここに送って、何かこう写真とかメッセージカード作ってここに送ってくれたら私がまとめてアルバムにして送ってくれますみたいなことをやられてて、え、なんか私もなんか、え、届かないかもしれないけどでもなんか送ってみたいなみたいな、そういうのがあって、そうだから私が今一番言いたいのは、あのだからみんなこう今日さ何か書いてくれたり送ってくれたりして、多分私の元にちゃんと渡ってるか不安に思うと思うの。今までもきっとそうだったと思うけど、ちゃんと届いてるよっていうそう、ただそれをお礼を言う機会がなかなかなかったりだから、まあきっとねこの関係ってもうそれが昔から当たり前になっちゃってるのかもしれないけど、でも自分はそれで、まあ本人の元に当たることはないよなって私は思って送ってたけど、でもそれってちょっと普通はね切ないことだからさ、普通の生活してたらさそれはないよっていうの、なんか安心して、そうだよね、不安だよね、普通は不安になるはずなんだよね。それはないですよっていうのをちょっと伝えたかった。それを言いたかったんだ、よかった思い出して。なんでそんなにあげたいんだろう。私はなんであげたいと思うんだろう。私はなんかその人に感謝してるからかな、人として好きだったりするから、その好きを、好きとか感謝をそういう記念日を利用してって言ったら言い方悪いかそんな素敵な人の特別な日だからなんかお祝いしてあげたいなみたいな、そういう気持ちなのかな。言葉だけでいいはずなのに、なんか物あげたくなっちゃうのはそれほど、何か物あげたくなるほど尊敬してるよ、好きだよとかになるのかな。あ、だからって別にない方が、なかったらそう思われてないとかじゃないからね、全然私の場合ね、私の場合友達とか家族ならまだわかるけど、あーなるほどね、悔しいな、それが私ってなったらいいね、それねそう、私は結構そういう、そう思うかな。
人によるねこれはね。でもそれがね、友達家族以外にあげた人って思ってる人ができたってことは、その人が好きな人ってことだね。それはそれはいいね、見つかると。それが私だといいね。なんで笑ってんの、今いい話してんのに。笑うとこじゃないよ今。みんな大好きなんやね。え、私のことが気持ちの表れ、言葉だけじゃ足りんってなるからかも、ね、かもしれない。まあ、してもらったから返したいっていうのもあるかもね、パターンで。ああ、ありがとう。この話で、リックありがとう。この話の流れでそれが来るってことは、もう私のことが好きで好きで好きでたまらねえっていうことでよろしくて。よくこのタイミングで投げてくれたね、ありがとうね。ありがとね。返したよ。ありがとうございます。行けちゃった、ディズニーリゾート制覇しちゃった、やだ嬉しい。ありがとう小一、本当にありがとう、嬉しい。ディズニーリゾート、すごいすんごい激しくなった、ありがとう。ほら煽らないの、そうやってダメダメダメだ。今日も賑やかね。そうだね、1時だってよ。ちょっとあなた1時になっちゃいましたよ。1時だというのにこの大きいケーキは冷蔵庫に入れられないままここにほったらかしになっちゃってるし、寝ましょっか今日ね。ごめんね、なんか頑張って、そのせめてこの部屋の中の動線作らなくてはと思って、そのプレゼントこう開封してご写真撮ってってやってたらすんごい事故になっちゃった。始めた時めっちゃめちゃ眠かったのに喋ってたら覚醒しちゃった。おはよう、今日寝落ちするわけにはいけませんから、こんなキラキラつけちゃって戻さないと。冷蔵庫にスペースある、ぶっちゃけないですね、ないです。スクショタイム、お、いいっすね。なんかいいのないかな。ケーキもぐぐっちゃってなっちゃったから、あ、どうしよう。親友がね、親友のあの実家の方のお家からね、お米が届きまして、ちょうどね下にそのお米があって、そんなお米と今日はスクリーンショットタイムです。ケーキだって持てないだもん、茨城さんのねお米だからね、イエーイ。あ、化粧ついちゃった。ちょうどいいところにあったからしょうがないもん、これは。やっぱ私茨城大使だし、お米と取らないとね。ねえ、コシヒカリかわいい。
ね、ふざけないで。はい、今日のスクリーンショットタイムはこちらです。コシヒカリ、目で目で、イエーイ。撮れたでしょ。もういいでしょ、恥ずかしいわ。やだよこんなさ、配信なんかメンバーとか見てたらどうしようかなって考えたらもうゾッとするよね。ほんと知り合いとか関係者とか見てませんようにっていつも思ってる。本日はお越しいただきありがとうございました。ケーキの方がケーキ持てないし、もうぐちゃぐちゃになっちゃった。ありがとう。いやー、あ、無事めっちゃ眠くなってきました。寝ます、お風呂入って。本当にありがとうございました。プレゼントは今から、あ、明日からまた開封していきます。大切にお手紙読ませていただきます。ありがとうね、本当にもうみんなありがとう。私をテーマパークへ連れてってくれたり、城の王にしてくれたり、本当にこんなターンも立ててくれてありがとう。ちょっとあの写真なり動画なりはちょっと空いてる時間に頑張ってアップロードしていつか見せられるように頑張ります。ありがとうございました。じゃあまた、おやすみなさい。じゃあね、バイバイ。本当にありがとうございました。28歳もよろしくお願いします。28か、バイバイ。お誕生日モード終わりです。おやすみなさい。